続きまして JSPS 男女共同参画推進アドバイザーに就任いただいている日本大学特任教授平田典子先生よりご挨拶をいただきます。平田先生よろしくお願いいたします。はい、えー。ただいまご紹介に預かりました日本大学の平田典子でございます。 7月にご英民された大坪久子先生の作られたお言葉です。大坪久子先生は東京大学および日本大学に所属された分子生物学者でおられました。また男女共同参画学教会連絡会という自然科学系の研究者の団体における 活動の中心を担われまして我が国の研究者の男女共同参画推進にご尽力くださいました現在 JSPS に根付いている特別研究員における RPD 制度も大坪久子先生のご提言によって作られたものです アメリカの大学で長く研究に従事しておられた大坪久子先生は、アメリカの女性研究者支援に関するキーワードであるアンコンシャス・バイアスの和訳をしばらく考えられて、我が国には無意識のバイアスという言葉が適切であると判断されて、この訳語を2008年に 我が国に導入されました今や多くの場所で使われている言葉かと思いますが本日の多くの講演を皆様にお聞きいただきお一人でも多くの方にこの問題を自分の問題であると捉えてみんなで協力して前に向かっていただければ大変幸いに ありがたく存じます。それでは皆様どうぞよろしくお願いいたします。以上でございます。平田アドバイザー、ありがとうございました。